近にメタトロンを確認。先に回収に向かいましょう。アヌビスゾーンオブエンダーズやっていきたいと思います。でちょっとね、オプション画面的なものを見てみたら、ちゃんとレベル4って書いてあって、下の方ね。でエネルギー、これ多分ヒットポイントだと思うんだよね。1300分の275っていうことなんで、まあ、ヒットポイントもね、メーター的には増えてないんだけど、内部数値的には増えてるんで、まあ一応そういうのがあるんだなっていうことですね。まあ、ネクストレベルまで、1、10、100、1000万、10万、20万分の今15万だから、あと5万。1体倒すとどんだけっていうのがあるけど、あとマップも多分こっちの方が詳細、こっちで開いた方が、そんなことないね。一緒か。みたいなのが、まあ、あるんで、まずメタトロンをね回収したいんだけど、金のメタトロンってどれ？敵とかが出てこられるとちょっと困る。これか。え、違う、ね、エクストラミッションみたいなのが表示された気がするんだけど、よくわかんないの。どっち行ったな。あそこ光ってんね。向かおう。これあれか、メタトロンの表示か。あ、そういうこと。行って行って。ガードしてくるかな。ガードしてきたってね、投げがいいらしいっすね。まあよくある感じだけど、行って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 。今何がゲイザーになってんのか。これさ、戦闘中にはさ変えらんないよね。よし、降ります。敵のガードみんな硬すぎるんだよな。行って行って行って。どんだけ出てくんの。そのガントレットがさ、どうやって変えんだっけ。これで変えられるのか。ガントレット敵に叩きつけるっていう感じでしょ。やばい、もうやばいよ。またメタトロンが欲しい。あ、マイナス15とか。これ自分の質問だよね。下にさ数字が出てきてるけど、あ違う。じゃあマイナス11とか、そんな桁じゃねえか。試してる間にやっぱ攻撃されちゃうんだな。だからどんだけいいんだよこいつら。どういうこと。いって90秒どころか死ぬよ。やっぱり近くの敵にロックをしないといけないか。やばい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 。ひどい。ちょっと付近にメタトロンを確認。あ、でもヒットポイントは回復してるか。それは後で回収しよう。ゲートくらい敵か。でもちょっとガントレットにして、上空で戦ってるってことか。叩きつけられないか。どう今の。よくわかんない。ガントレット使ったんだけどさ、足を止めるのは良くない。
遠距離が、遠距離が一番。時間はかかるけどチクチク削っていける。来てるね。よし、オッケー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 。食らってしまった。あ、やばい。よし、突っ込んだ。突っ込み食らうと結構減る気がするし。そろそろ、まだ早いか、メタトロン。あ、でももう取っちゃっていいかな。あっちへ進め的なものが出たかんね。これ何？ミッションファイルでしょ？EX ミッションって何マジで。メタトロンを取得。よくわかんないからそのまま進んでいこう。これか。あれ、メタトロンちゃん。あ、どっちだよ。まあいいのか。中へ行こう。ん？なんか書いてあるね。ちょっと待って。左右に。ゲートのロックが開きません。まず2つの施設を破壊する必要があります。施設の位置はマップで確認してください。はいはいはい。こっち？敵か。ほら、いいよ、ガントレット当たったの？ガントレットって。ETR 反応消失。まだいるか。ガードを貫通できるのかな。ガード貫通できるんだったらガントレット結構いいけど、分からん。あ、そっからさらに行けと。どうも近いなとは思ったけど、これガントレット。ガントレットのさ、発動が分かんねえんだけど、これきついな。近くなる。いや、そんなさ、高度なこと言われても。待って。いや、すげえ減る。ETR 反応消失。またすげえいっぱいそうだな。ここはでも、これで検索しよう。え、よく使うサブウェポン、登録可能みたいな。読んでる暇がない。あー、あれメタトロンっぽい。もうちょい減ったな。25% を切ったら、逃げていけるね。よし、取ろう。ちょっとメータトロンを回収しよう。うん、敵が来てるね、やっぱり。と先にこれを回収したい。サブゲージってどうやって回収するんだ。なんかひっついてる。
これで大体倒したか。まさに。って書いてあるよね。グラブで掴めるみたいなの書いてある。一回一回さ、変えないといけないのは。R1、ガード。あ、なるほど。持ってた方がいいかな。まるで射出。まあ、いっか。これは敵だ。あ、グラブなくした。いて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 。ガンドキスとか。ETR 反応消失。こいつ厄介だな。地形を有効利用してください。はいはいはい、わかる。そんな難しいこと言われても困ります。やばい。うわ、食らった。すげえ直撃を食らってる。クォー、どっから。普通に難しいんだけど。こっからかよ。こっから、マジで。ゲートのロックが開きません。まず2つの施設を破壊する必要があります。施設の位置はマップで確認してください。左からちょっと行ってみようか。いっぱいか。本物から先に倒す。いや、待って。レベルアップした。死んでるからな。経験値は多分そのままだよね。このぶっといレーザー直撃食らってまずいんだな。なんか今結構かかったな。で、え、こっち？進んでて、うわ、また細かいのがうじゃうじゃいいね。左に行ったらメタドロンがある。これはまだ早いな。あとメタドロン。ガントレット一応破壊はできてる。ガード貫通か。いてほとんどガードとか使わないからね。プチ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 。さて、メタトロンを回収するかどうかだな。まだちょっと早い気がするけど、あっちにもなんかあるね。取っていくか。そもそもメタトロンなのかっていうのはあるけど。いっぱいいる。罠だ。
備をしてください。なんかしかしここら辺をかかしてみたところを回収すれば問題はないはずだ。よし、さっさと逃げよう。これ分からん、ちょっと待って。こっちもなんかありそうだよね。これあれ見たと思うけどさ、取ってはおくけど。コンビニさんは常に行ってる感じの方がいいな。ETR 反応消失。バッターゲット。ETR 反応消失。カップの手か。クロックスゲット。こうきたかね。なに待って、どういうこと？あれ破壊しろってこと？先に近いやつを倒さないと。やばい。敵が多いな。一番近い敵に特攻したいんだけど。まあいいや。はい、仕事を言ってくるな。よし、ここはなんかこれ破壊しよう的な感じだったけど OK。 まだなんか光ってんね。ロック破壊しました。もう一つゲートをロックしている施設があります。行くか。あれ、行けてきた。あれ、コマンダータイプを確認。周囲の機体とパーティーを組む可能性があります。パーティー？敵はパーティーを組むとフォーメーション、連携行動により戦闘性能がアップします。パーティーを組まれると危険です。その前にコマンダータイプを優先して破壊することをお勧めします。コマンダータイプをアイコンで示します。了解。つるまれたら厄介だ。まあ一番最初に倒せってことね。よし、これだ。すっげえ吹っ飛ばされた。じゃあすっげえ減るんだけど。は？待って、わかんない。すげえんだけどこいつ。コマンダー撃破したのはいいけど、かなりの被害。おお、メタトロン取得してしまった。まあいいか、減ってたから。よし、どこでセーブされてるかだよね。ここにもメタトロンがある。敵がいるね。どうする、仕方するのも手だと思うけど、ちょっと倒していくか。OK。 取る必要はないかな、まあ、ここに来るかって言われたら多分来ないけど。あれ、なんかまたいるな。よし、ちょいちょい敵が復活してるね。再配置されてんのかあれだけど。オッケー、最初に戻ろう。引っかかってる。また敵だ。あ、こっちはもう入ったのか。おー、いっけ。
射出。ガードをやっぱ使いこなさないと。ガードってそもそも何なんだっけ。 ETR 反応射出。どれだ、これだって選択するやつでしょ。ガンと一緒にして、これためでしょ。だって、あ、違う、これがガードか。ちょ、正面から見よう。あ、こういう感じね。オッケー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 。使いこなせるかどうかは別として。トロンはまだ置いとく。これは何タイプだ。なるほど、引き寄せよう。ガードされたらガントレットなんか貫通できる気がするんだけどな。ガードを減らないしね。サイクロプス撃破。ETR 反応消失。これでしょ。うん。ガードは貫通してると思う。メタトロン。標準ガッチャーな。いて。どうする？メタトロン取るか。あんまり減ってないけど。メタトロンも取得。帰りにワンスカ湧いてきたらどうしよう。3体か。ガントレット使えるな。何がガントレットだか多分見てる方は分かんないと思うけど、俺もよく分かんない。これ、待って、近くに敵がいっぱいいるとな。確かに使いこなせば強いね。使いこなせばの話。ダメージは小さいですがみたいなこと言ってたけど、そんなことないと思う。ちょっと待って、よし、レベルアップ。やばい、落ちちゃった。敵を倒すと回復する？サブウェポン。だったら結構使ってきていいと思うんだよ。
なんか倒したね。だいたい殲滅した。メタトロンがある。回収メタトロンをしとく。でまたこれを壊すと、そしたらまた中ボス的なのが出てくるかな。ここは出てこない。ゲートの全ロックが解除、ロック解除して、あ、いる。コンボスマッシュで敵を破壊できて追加ダメージを与えましょう。バーフ、コネクテッド。了解。なになになに、ディスコネクテッド、ゲッ、なんか食らってる。ガントレ、痛い。これ強え、このメガニスコみたいなやつ。やばい。だいぶ体力減ったけど回復してくれた。タブウェポン、ファランクスのデバイスドライバーを取得しました。エネルギー弾を大量に発射する兵器です。丸ボタンを押す時間の長さで弾の拡散範囲が変化します。ファランクス、これか。何、あ、弱そう。結構エネルギー減るし、接近された時に使えばいいのかな。これとかってさ、掴めるってことね。こっちに帰らなきゃいけないからな。爆発するのかな。こっちしたけどどうなの。あれ、ファランクスでなんとかしろってこと。ちょっとやってみよう。せっかく新しいサブウェポン手に入れたんだ。どう、いまいち効果が実感できない。だったらホーミングレーザーでよくないって。入れすぎでしょ、そもそも。ダメだ、ガントレットにしよう。ガントレット使いやすい、マジで。これはもうホームグリーザーで全然いいでしょう。マスト。メタトロンがあるけど、取る必要はないよね。あのシールドどうにかならないか。敵機の体当たり攻撃をガードすることができれば、シールドが無効化できるかもしれません。通常のガードは通用しない。何らかの触媒を持てば、ジェフティのガード能力を引き上げることができます。触媒？ガードに適した板状のものを探してください。そいつを掴んだ状態で、奴の体当たりをガードすればいいわけだ。やってみよう。難しそう。グラブにしようってこと。ステップ外すんだっけ。板状のってさっきの多分あれだよね。ロック外すのが効果。いってこれ来た。
これを繰り返せと。でドックドックドック、ここか。いって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 。来い。来い。これか。お。何っつって。もうこれマッチだな。よし。減ってる？減ってはない。待って、行くよってきた、ちょっと逃げとかないと。よし、よし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 、もういい、どこだ、逃げろ。はいはい、おお、これからだ。え、振り切ってくださいってどういうことよ。待って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 、ちょっと待って、うお、あ、そういうこと。エイダ、ガードに利用できそうなものが見当たらない。さっきの方法は無理だ。辺りを囲んでいるオレンジ色のフィールドはオービタルフレームを一定時間麻痺させるようです。敵にも効果があるかもしれません。やつをフィールドにぶつけることができれば攻撃の機会が得られるでしょう。やってみよう。え、どうするの？ちょっと待って、パランクさんも絶対無理だから、やっぱガントレットか。これで吹っ飛ばすしかない。え、わかんねえ。スカントはするの？行って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 、一応吹っ飛ばした。ただ俺が死にそうだもん。このままゴリ押す時間ですね。あー、やばいやばいやばい。もうお互いにさ、よし、同一全開。あ、グラブになってる。つかめはしない、つかめない、ちょっとつかめないからガントレット。オレンジ色のフィールドより高くいっちゃうんだよね、外に。ま、あ、突っ込んできたのを避けてさ、来た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 。よっしゃ。いや、これ自分も食らうからな。ちょっと逃げよう。ほら、近接はちょっと危うか。よし、オッケー。近接がなんだかんだで一番ダメージ取るかな。このまま蹴りをつける。
バイスドライバーを取得しました。敵追尾力に優れた攻撃兵器です。苦しがってたけど、バフラムにいた頃バイオラだけは敵に回したくないと思ってた。相手は戦闘 AI です。ターゲットが存続している限り追跡はやめません。モデルがバイオラとなりゃなおさらだ。エイダ、ここは民間居住区か。多くの建築物に生体反応があります。嫌な場所に出ちまった。早く出よう。よう、エンレイジ、火星に着いたか。誰だ。ダイモスで会ったテイパーだよ。生きてたのか。奇跡だな。沿岸で AZ 正体の通信をキャッチした。ベクターキャノンを持ったレブ仲間か。そうだ。断崖の施設内部に籠城したまま身動き取れねえらしい。俺はこれからその発信地へ行く。俺もすぐ向かう。おい、ところであんたの任務って何だ。これ味方機なの？巻き込むつもりか。構ってられるか。どうせバシリアのクズどもだ。なんだと。気が動転してるんだ。ヘンリージ、助けてやってくれ。くそ。エイパー、お邪魔しねえぞ。頼む。ストーム中隊、援護する。あんたはおたこた抜けすな。エイダ、連合軍と民間建造物どちらを助けますか。どっちもだ。了解。民間人が残っている建造物のダメージ率をレーダーで表示します。完全に破壊される前に敵機をすべて排除してください。また連合軍のレブは有人機です。破壊しないよう注意してください。レブの建物への攻撃をやめさせたいときはサブウェポン、ゲイザーでの拘束を提案します。なるほど、ゲイザーで動きを止められるか。無理やりだな。エダ、戦闘用にしちゃ手際がいいな。以前のランナーの影響です。さっきのレオってやつか。レオはどんな時でも人の命を尊重しました。お前は惚れた男に合わせるタイプだな。理解不能です。しなくていい。バフラムの無人機を片付ければ騒ぎは収まるだろう。行くぞ。了解しました。ミッションを開始します。敵をすべて排除しました。いっぱいある。ちょっと待って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 、敵だな。これはレグなんだか敵なんだか分からん。ちょっと待って、なんかにはい、とりあえずゲイザーに しとこう。はい、え、どういうこと。ちょっと待って待って待って、何をする。うるせえ。何をする。当たっちゃうんだよ、しょうがないだろ。何のマネだ。俺は使ったな。めんどくせえな。やばい。そんな難しいこと言っても。え、これあれだな、なんかフォーミングレーザー撃つとやばい。民間人が死亡しましたとか。いや、お前敵を一体ずつ撃っていくしかなくない。レブだろ。どれだ、わかんねえ。あ、いた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 。フォーミングレーザーはもう味方のレブに対しても当たっちゃうから、これは無理だ。いや、来た。癖なんだよね、もうこれ。
あ、グラブになってるわ。コメットって何？その拘束するより先に、あ、来てる来てる来てる。ああ、当たっちゃった当たっちゃった。あ、下のゲージはあれかな。どっちか、こっちから来てんね。しまった、またやっちゃったよ。もうマジで癖だ。うるせえ。え、マジか。まあ保証はできないからね、申し訳ないね。あ、でもサブゲージがない。コメット結構消耗するな。建造物損壊率 50% 以上。マジか。あとどこだ、これデブじゃねえかよ。いや、いっぱいいる。ちょっと待って、敵にターゲットが合わないんだけど、一回外そう。こっちの方にピョンピョンしてるね。建造物か分からんって、どれが建造物なの。はい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 、もういいよ。とりあえず敵を倒すことを最優先に。よし、こいつでラスト終わりた。敵前期破壊しました。ミッション終了。結構もっと助けられたはずだ。確かに、あの状況下では妥当な数字です。数字がなんだ、大勢死んだことに変わりはねえ。ですがあなたがいなければもっと多くの被害が。気休めのつもりか。なんだ貴様は、我々の戦闘の邪魔をするな。戦闘？連合軍の連中は民間人の殺戮を戦闘って呼ぶのか。バシリアの人間がどうなろうと知るか。奴らはクズだ。民間人だろうが何だろうが、クズはクズだろうが。黙れ。それ以上何か言ったら殺すぞ、クズ野郎。消えろ。エイダ、レオに繋いでくれ。了解、レオステンバックに繋ぎます。ディンゴさん、どうしました。レブ隊探しはどうだ。何人かは確保しました。でもアーマンを攻め込むって聞かないんだ。そう命令されてるんだろ。でもレブじゃバフラムに。好きにさせとけ。白状だぞ、仲間なら。連合軍が仲間？笑わせるな。おい、南側ゲート近くの民間居住区にレブ隊の残党を見つけたんだ。仲間だと思うならピックアップしてやれ。わかりました。エイダ、次はテイパーだ。了解、つなぎます。ヘンリー G、どうだ。最善は尽くした。そっちはエイトヘッドと合流したか。ああ、ベクターキャノンも確認した。だがまずい。どうした？ここの場所がバフラムにバレたかもしれねえ。なんだって。場所どこだ？エアズクリフ海岸沿いのエネルギー施設だ。アーマンへの動力供給をするものらしい。待て、敵が来た。なんだ？エイダ、あの列車の行き先は？海岸沿いにエアーズクリフを経由し。攻め込む気だ。テイパー、
オービタルフレームを積んだ列車がそっちへ向かってる。何？着く前に破壊する。本当か？どうせ通り道だ。エイダ、列車到着までの予想時間を出してくれ。了解。いや結構忙しいね。メタトロン回収していこう。まだ大丈夫だよね。どうだ、これか。メタトロンを取得。よし、全開にして、これがさっきの列車が行った道か。あ、そうだよね、なんか列車が来てんのかと思った。後部車両から破壊し、先頭車両に到達。バーニア制御をセミオートにします。列車到着まであと10分。結構長いね。リアル時間っぽいな。いや、こいつはまず殺さないといけない。コメット撃破。どうする、これでいいのか、やり方的には。ちょ、待って、マジで分からん。とりあえずボムレーザーで破壊できることは分かった。コメットどうなの、火力の問題だな。多少強引に行こう。なんかレーザー落ちてる。おーおーおお、もっと前へ行けって。行って、いや、しかしここはコメント持ってこう。どうだ、あと3両。結構あるね。あれが3つってこと、あとそれは無理だよ。成田タイプか。よし、こっちか。いや、痛い。どうだ今、大丈夫だったか。ちょっと当たってないんだけど。よし、すげえ。よし、もうコメット打ちまくる。ちょっと、結構強い、コメント攻撃力が。ほら、あと7個か。強引に攻めるしかない。きつい。 ETR 反応消失。 ETR 反応消失。もう使えない。あとは戦闘車両のみ。おー、行くぜ。いや、行けんな。意外に余裕だぞ。ゴリ押してるからな。どこをどう破壊した。すごくね。
シフティパワーありすぎだろ。これがメタトロの力か。昨年もデコイを取得しました。ジェフティの分身を発生させ、敵レーダーを混乱させます。ペイパーが列車を止めた。リンゴ？お前か。火星に到着したわ。ねえ、ベクターキャノンを持ったレブ隊の居場所がこっちにバレてる。ああ、俺も近くまで来てる。私もすぐ行く。ノーマンにバレるぞ。大丈夫よ。今はアーマーンの始動準備に夢中だから。俺がいた頃、ノーマンの部隊に連合軍のスパイが紛れ込んでいた。え？何ヶ月もの間、部隊の誰も気づかなかった。俺も含めてな。それで？なのにノーマンだけは見抜いた。なぜかはわからない。その人、どうなったの？さあな。次の日ゴミ箱で左手だけは見つけたぜ。握手した時、取れちゃったのかしら？強がるな。冗談でしょ？つまらないけど。違う。お前がノーマンの下で今まで無事だったはずがない。本当に連合軍のスパイならな。だから？本当は何者なんだな。信用ないのね。意外だったか。じゃあ言わせてもらうけど、あなたは最後の任務で行方をくらました後、何をしていたの？関係ねえ。バフラムに戻ろうと思えば戻れたはずなのに。黙れ。カリストでこそこそ生きていこうと思ったのよ。仲間を見殺しにしてね。黙れ。そんな人間を信用できると思う？お互い様よ。それでも私はあなたを信じてるけど。あ？バフラムにいた頃のあなたの噂は今でも聞く。優秀なランナーだっただけじゃなくて、仲間からの人望もあった。ノーマンと渡り合えるのはあなたくらいだったって。だから私はあなたを蘇生してまで利用しようと思ったわけだ。あなたがバフラムに戻ってノーマンを止めていれば、こんなことにはならなかった。言うだけならいくらでも言えるぜ。私だって。お前は人にやらせっぱなしじゃねえか。だから私も火星に来たって言ってるでしょ。テイパーだ。切るぞ。エネジー、やったか。列車は止めた。そっちはどうだ。エイトヘッド小隊のエリー・ケイトン副長だ。援護感謝する。ああ、怪我人は？重傷はいないが、皆疲弊している。助けてくれ。そこ動くな。連合はどいつもこいつも。おいテイパー。なんだ、もう随分近くまで来てるんだな。さすがに早いな、オービタルフレームは。あ？胴体が接近してる。あんただろ？いや、俺はまだ。うわ、なんだ。戦闘配置だ。引け引け。テイパー、どうした？早い。ん？どっちだ？また減ってるなぁ。あれメタトロンかなぁ。てかマップ出せねえし。とりあえずメタトロン取って進んでいくところから、じゃあ次回やりましょうか。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。なんか前方にちっこいのが見えるような気がするけど。まあいいや、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。